でもこう歌うのが正しいとか言われて感心した、とにかく楽しませてもらいましたという堺のおっちゃんなんですけどね、こういうメールもございますが、よく殺しありますね、間違った歌い方ね、はい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 、でも私半世紀を通じて皆さんに申し上げてきたんですけど、いま、うん、だに浸透しない、うん、あ、そうなんですか。今朝の朝日放送で和歌山明さんをかけてましたね、あれ間違いです間違った方をかけてます、はい、立川住人さんの方をかけていただきたい、はい、ああ、あっちの方が成長なんですね、はいはい、私はあの和歌山明さんとはあのこんな言いたくないですけど、はい、ちょっと隔週がありましてね、はい、童謡とか童謡唱歌の類をやる公開放送があったんですよ、テレビで、はいはいはい、その時和歌山明さんがその童謡を歌いになったんですけどね、はい、まあ、あの青葉しげる桜井のというあの楠木正成のあの唱歌、はい、それをまああの間違ってお歌いになって、はい、で間違ってますよって言うたら喧嘩になったんですよ、なんでか言ったら調べてこなかった、はい、和歌山さんは、はい、私が調べてきた、はい、それの違いです。はい。はあ、楽譜通りにっていう、そういうこと、歌詞ですか。一番大事なことは、うん、昔の曲を歌うときは、徹底的に調べなあかんのです。具体的に言いますと、はい、本当は、おまじげれる桜井のが正解です。はい、和歌山さんの歌ったのは、おまじげれる桜井、違いますって言ったんです。うわー、なるほど。六甲おろしはどこがどう違うんですか。輝くはがなんぞと、いっぱい、そこ、はいはいはい、輝くはがなんぞ、和歌山さんは、輝く、我がなど中村一と同じ間違いです。それ私56億7千万回ぐらい注意したんですけど、次に聞いてくれなかった、死ぬまで。なるほど。東條さんは今どっちで歌ってはりますかね。あの混合で歌ってます、ね。混合ですか。混合で。これは正解よろしいです。我がなぞって言い張る時も東條さんありますよ。いや、あの、うん、ちゃんと歌ってますんですけど、うんうん、あの、うまくないというのがあります。うまくないところで。はい、いや、勉強になった。今、六甲おろしをそこで、なるほど、そちらの方は、その成長とおっしゃる方が、気持ちがいいですね。うん、ねえ。この六甲おろし。当然ですね。はい。あの、優れた作曲家が書いた曲です。はい。ですから、我がなどと流れることはありえない。はい、私は小関ウィーさんに何回も岸田さん、あそこはって言われてますから、うん、あ、そうですか、ご本人から言われてますから、はい、小関ウィー先生もずっとこれからも死ぬまで言い続けるこれはこれは受け継いだ方がよろしいですね、この教えはね、うん、タイガースファンもぜひともここはもうほんときっちりね行きたいところですよね。川島さんは分かってくださいました。そうですか、はいはいはい、分かってくださる方とそうでない方といつまでも我流で行く方と